こんにちは、フータクです。今回はジェットコースターの紹介動画となります。コースをゆっくり見ながら、参考になるところがあれば、ぜひ作ってみてください。なお、カチカチ、ゆっくり、装置やジャンピング装置の作り方については、概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらをご覧ください。それではレッツゴー。
視聴ありがとうございました。マイクラをやっている方なら、ジェットコースターを作ってみたいと思うことが多いと思います。そんな方々に少しでも参考になれれば幸いです。また重ねてにはなりますが、ゆっくり上昇装置やジャンピング装置の作り方については、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。今後もお役に立てれる動画や、簡単でおしゃれな建築をバンバンやっていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、バイバーイ。